皆さんこんこにちは車いじりバカです今日はですねおろしたヘッドをチェックして動画にしていこうと思ってビデオを回してたんですがえらいものを発見してしまいましたこの写真なんですがこれカムシャフトの山にこんな風に虫食いのように穴が開いてしまってたんですしかも2箇所もありましたということで今回はこの虫食いのことやあと私が曲げてしまったかもしれないバルブのチェックをしましたのでその辺りを動画にしていきたいと思います 今日はですね嬉しいニュースが1つありますこの作業台買ってもらいました <laughs> めっちゃ嬉しい <laughs> あのこの前の動画でお見せしたなんか荷物が積み上がってるところにちょうどいい感じの作業台を買いましてまあ安物なんですけどね折りたたみ式のでこの上に新聞引いて今ここにカムホルダーを持ってきてますなんでちょっと早速この作業台の上でいろいろやってみたいと思います はい。ええしたおっさんが子供のようにはしゃいでお見苦しくて申し訳ございません。<laughs> 今紹介していた作業台なんですが、家の中で車いじりがしたくてしょうがない私が、リビングで油臭いエンジンをいじり出したので、たまらなくなった奥さんがついに折れました。<laughs> 私の仕事部屋なら置いてもよかろうということで、晴れて作業台の導入となりました。やはり既成事実の積み上げというのは大切ですね。 しかもじわじわと侵略していくというのは大変効力があるということを学びました。これですね、モノタロウで1万円ちょっとぐらいの安物の作業台なんですが結構しっかりしていて多少の力のいる作業もここでできそうになりました。ということでめちゃくちゃ喜んでおります。よし、このカーボン強化ヘラとあとこの繰り返し洗って使えるペーパータオルというのか,かすごいいいらしくて 悪友のケイさんがヘッド下ろし記念で買ってくれましたなんていいお友達ありがとうございますケイさんいつもお綺麗になるこの間ヘッドのインマニとエキマニのとこやった時はちょっとこれだと負けちゃって先っぽがだいぶ傷んじゃったんですけどあーでもこれも先っぽが傷んじゃったなはいこれ先ほどの虫食いを発見する前のんきにカムカバーのパッキンが当たる部分を掃除しているところです 自分でバラしてみてようやくいろいろ仕組みが分かってきたんですけれどもこの上にカムカバーのプラグ差し込み口が当たりましてまあここも汚いままにしておくとプラグホールへのオイルの侵入を招くようですということでここも慎重にゴミを取った後に少しオイルストーンで磨いてピカピカにしておきましたまあこういうふうに愛情を注いでいくとどんどん車に愛着が湧いてきますよねまあ毎回言うんですけど完全にぬまっております 楽しくてしょうがないですえ。とあるお友達に言われたんですがこれって悪い女と一緒ではまってしまえば天国って感じでしょうかはいちょっと掃除してるときに発見したこのカムヤマの虫食いなんですけどもう一回写しておきますこんな感じでこことですね他は全然大丈夫なんですけど ここですね虫になってますなんでどちらもですね吸気側のこういうふうに入ってるんでこう入ってるんでこれねこれがこう回転して、はい、こう回転してまずこれが。 こう当たるとこっち書いて、ね、当てるたかな多分ここれで当てると思います、はい、こう,いうふうに動くとちょっとこっち今針金で固定しちゃってるんで動かないんですけどでちょっといろいろネットで有識者の方に聞いてみましたまずですねえっとディーラーの整備士さんに聞いたらやっぱりまあ 買えないよりはもちろん買えた方がいいですと言ってくれたんですけど新品があるかどうかわかんない、うん、なんかいろいろネットで見てるともう新品出ないみたいなんで中古で程度のいいのを探すしかないかもわかんないですでここもですねちょっとさっき写真撮りましたけどやっぱりちょっと辺りがこっち側だけきつくてちょっと変色してるますね はい、今言っておりました変色なんですけれどもちょっと写真で見ていただきますとこちらの写真はカムヤマが虫食いしていない正常なバルブを担当しているロッカーアーム側のカムヤマが当たる部分です全面的に綺麗に光っていて当たりが均一な感じがしますよねで一方こちらが虫食いが一番ひどい映像で言うと一番左のカムヤマが当たる部分です 虫食いの部分と当たっている画面左側だけが当たりが強くて片りしているのが見えると思いますでこちらの写真が一番右側の方ですこちらもやはり同様に片りしているのが分かります比較するとこんな感じになります他のカムの当たりはそんなにというか全然綺麗です それでなんでこんなことが起こるかっていうのをなんかネットで教えてくれた人がいたんですけどその子だからんて言ってくれたかというと <laughs> ちょっとそのまま引用させてもらいます主な原因はロッカーアームとそれを支えるロッカーアームシャフトが変摩耗をしてだからこのロッカーアームですねアームとこれを支えるこのシャフトがこの中に通っているんですけどこのシャフトが変摩耗をして ププララググホホーールルを避けるためにこれプラグホールですねロッカーアームの力点と作用点が直線的ではない吸気側のロッカーアームとカムが肩当たりしてしまうことによるものであるとだからこれがプラグホールがあるんでこれを避けるためにまあ確かにまっすぐじゃないですよねこ斜めになってるんでこれがどうもかあの変摩もしてきてで肩当たりしてしまうと。 いうこ,とでこういう、まあ、虫食いみたいなだから摩耗、まあまあ、してるんでしょうねこういうことが起こるというふうに教えていただきましたそれでよくよくまたひっくり返して見てみたらですねこの辺のあの真ん中にある正常なカムって全然横にこう動かしても動かないんですよねこっち側もですね排気側も全然 触ってもびくともしないんですけどこれ無食いをしているこのカムの、えー、ロッカーアームですねこれ実は動かしてみるとこれ動くんですよ結構こっちもでこっちの方がまあ動きがちょっとちっちゃいこっちは割と大きく動くんでなんかやっぱこれこれぐらいの遊びがあるとねすごいえっ、ー、と 7,000回転とかで回るのでものすごい回数ここにヒットしてるとまあそりゃこんなのあるかなっていうなんかなんとなく気がしてきましたのでちょっとまた慌てて動画を回して撮ってるという次第ですこういう感じですねこの遊びが許されるものなのかどうなのか多分ダメですよねだからさっきネットで教えてくれた方が変マもして 片りするからこういう風になるっていうことをおっしゃってるのかなと思いますちょっと台に乗っけてみましたでさっきのガタつきですね吸気側のガタつきだこれなんだよな微妙ですけどねこれでも多分こっち締めたら相撲とかいう問題じゃないよなこっちもなこれこういうもんなんかな はいこのガタつきなんですけれどもこの映像を撮ってからいろいろと調べたんですがこのビートのカムホルダーはご覧いただいているように一体型となっていまして私はこれを針金で縛ってたんですけどもこれをほどくと映像の上の方に見えているスプリングのせいでバラバラになっちゃうんですよね。なので私が気にしているこのガタつきはもしかすると単にバネの力で両端の部分だけが緩み始めて起こっているのかもわかんないです。 ちょっとこれは組んでみないと解消されるかどうかわからないのでヘッドに載せた時に確認してみたいと思いますあとこの虫食いなんですが私がこの虫食いを発見した後すぐに SNS でわーわー騒いだもんで指揮者の方にいろいろと教えていただきましたえ実は先ほど説明した以外にも諸説あるということが分かりました主に3つぐらい説があるようです まず最初は先ほど説明したロッカーアームとシャフトの変摩網による肩当たりそして2つ目がカムシャフトへのオイルの供給がヘッドの中央のオイルラインから両端に向かって振り分けられるということになっているために両端のカムにオイル不足が生じるというものですそして3つ目がカムカバーの作りの問題でブローバイ経路にたまる水分が下った下に3番ピストンのカムがあり それによる腐食であるという説です。なんかめちゃくちゃ面白いですよね。こういうの聞くと私めちゃくちゃワクワク妄想が広がるんですけれど、私完全に職業を間違ったと思います。最近特にそう感じます。はい、映像の方は一体となっているカムホルダーをばらしてですね、ロッカーアームやらシャフトやらを手に取って見ているところです。 ただこういうのですね素人の私が手に取ってみても何かが分かるはずもなくまあ摩耗とか言ってもちゃんとした測定器で測定しないと分からない世界だと思いますちなみに整備書によるとアームとシャフトの隙間は限度値が0.08ミリだそうです精密なエンジンのロマンを感じてしまいますよし次はですねバルブを掃除したいと思います特にこの… エグゾースト側ですねそして私がぐいぐい力をかけて曲がったかもわかんないこの2番映ってるかなここが私がバルブをぐいぐいやったやつですピストンに当てたやつですちなみにこちらの映像が今言っていた私がバルブとピストンが当たっているのに手でぐいぐいとクランクを回した時の映像です でこれが曲がってるかどうかっていうのをねちょっと確認したいんですけど曲がってるかどうかを見るのにですねなんか定規当てるとかいろいろ考えたんですけど、まあ、こうやって比べてみればいいかなというのがまず1個ですねで。こうやって見てみても全然。 違いいが分かんないで,す、ね、で実はネットで面白いことやってる人がいてこのドリルを使ってですねまず正常なやつ曲がってないであろうやつをやってみたいと思うんですけどドリルにこういうふうにまあきっちりはめますとそれで回してみる。 曲がってないよ、ね、でこれ曲がってるとすぐ分かるっていうデモ YouTube で見たんでちょっとやってみたいと思います。慎重にはめてぎゅっとはめていきます。 曲がってないよね曲がってないこいつも曲がってないと思います 当たってなかったであろう正常であろうはずの3番血が読めていきます。変わらよねということでバルブは正常であるというふうに。 はいこのようなやり方で見て本当に大丈夫かどうかという確信は実は私にはさっぱりないんですがこのバルブの鉄は持った感じもずっしりと重量がありまして相当硬そうな鉄を使っているようなのでかかなななななり大きな力をかけないいとと曲がるようなものではないと感じましたおまけに2本セットですので2本同時に曲げるというのは相当な力がいると思います。 ということでこの日の結論はこのままバルブを再使用することに決めましたこのエキゾースト側のバルブなかなかのお値段なんで新品交換は一旦諦めました今後やってくる整備項目に予算を残しておかないと途中で予算切れで整備が頓挫していつまでたってもビートに乗れないという悲しい状況が続きそうだと感じますまあとはいえ本当にこれらのバルブが大丈夫かは またベッドバルブの気密性テストをやってみてそれを見て最終的に判断したいと思っていますはいこのあとこのカーボンなのかデポジットなのかがこびりついたバルブをサンドペーパーでゴシゴシやりました実は私こんなもん薬剤かけときゃ溶けるだろうぐらいに思ってたんです なので、以前外でエンジンコンディショナーをかけてみたことがあります。使った薬剤はクレさんのものでした。これをこの何かがこびりついたバルブに振りかけて、数時間放置した後、ワイヤーブラシで軽く擦ってみたんですが、実は全く効果がありませんでした。このエンジンコンディショナーって、普通にかけとけばこういうのを溶かすと思ってたんですが、もしかすると、 エンジンをかけて一緒に熱を与えて燃やさないと効果がないのかもわかんないですねちょっとその辺が私詳しくないのでもしご存知の方おられたらコメント欄で教えてくださいはいということで今回はカムシャフト周りとバルブのお話になっちゃいましたがその他パーツの掃除はゆっくりですが着々と進行しておりますそしてパーツの方もいつもお世話になっているホンダカーズ日吉店さんのお力をお借りして ケチケチですが、最低限のものは新品にしていこうと思っています。6月初めに去年もお邪魔したミートザビートの開催が決まって申し込みをしましたので、そこには絶対にビートに乗っていきたいと思ってます。ということで、頑張ってスピードアップして整備していきます。引き続き応援をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。動画作りの励みになりますので、チャンネル登録といいねボタンをお願いします。 それではまた。